皆さんこんにちは。いや、正直悩みました。バンされてる人もいるらしいですけどね。まあでもね、たくさんのリクエストをいただいたので扱っていきたいと思います。今世界で起きているハマスとイスラエルの衝突、ことの発端は今月10月7日、この日はユダヤ教の安息日、東京都23区の約半分の面積であり、周りを塀やフェンスで囲う天井のない監獄という名を持つガザ地区。この土地から突如イスラム過激派組織ハマスがミサイル3000発以上のロケット弾を発射するとともに、電動パラグライダーを使い上空からイスラエル管内への侵入。それと同時に別の戦闘員がガザ地区を取り囲んでいる防壁を破壊し、地上からもイスラエル側に侵入。侵入したハマスの戦闘員たちはイスラエルの民間人を殺害、人質として連れ去り、この時に殺害された人だけでも900人以上、人質も100人以上。特に衝撃的だったのが、ガザ地区との境界に近い砂漠では4000人以上が参加する音楽フェスが開催されていました。このイベントに参加していた人たちがなんと襲われたんです。この会場にはね、イスラエル人だけではなく欧米各国からも人が集まって260人以上の人が殺害されたそうです。あの生々しい映像や画像が SNS 上でも拡散されてますよね。特にね、フェスに参加していた女性が連れ去られる様子は衝撃的でした。その後イスラエル軍は越境してきたハマス戦闘員の掃討作戦を行うとともに、8日夜から9日朝にかけてガザの約500箇所を空爆。そしてイスラエルは10日パレスチナ自治区ガザに過去最大規模の空爆を行い、ガザ地区との境界を掌握。これに対してはハマスも黙っちゃいませんよね。イスラエルが事前通告なしに民間を空爆するたびに捕らえられた人質を処刑し、その様子を公開すると発表しました。人質を人間の盾とする作戦です。双方で明らかになった死者数は11月1日までで1万人。僕もね、 X で結構海外のアカウントとかをねフォローしているんですけど、いろんなね映像画像が出回ってきて、かなりねこの胸に来るものはありましたね。ショッキングで、あまりにも日本にいると平和すぎて、これ本当に2023って思っちゃうよね。ただもちろん今紹介したのはメディアで伝えられていることなので、真実かどうかは分かんないので、まあそれはねとりあえず一旦置いておいて、各国がどのような反応したのか、あのウクライナ侵攻の時みたいに、その発言一つで、ね、この人はこっち側、この人はこっち側みたいな感じで、そのどっちの肩を持つのかが結構重要になってくるんですね。各メディアや G7 の首脳ならば、このハマスのイスラエルの攻撃をテロ行為として強く非難して、イギリスの BBC はね、ハマスをテロリストと説明しない方針を擁護するなど、すでに議論が生まれているんです。日本では岸田首相が8日、罪のない一般市民に多大な被害が出ており、我が国はこれを強く非難しますと投稿した上で、ガザ地区においても多数の死者数が出ていることを深刻に憂慮しており、全ての当事者に最大限の自制を求めますと締めくくったんです。全ての当事者に最大限の自制ということは、もちろんこれ、ね、イスラエル側も自制することを呼びかけているっていう点では、まあこれはね、中東に原油を依存する状況踏まえて、まあ、バランス外交を、ね、重点に置いた対応だったと言われています。そうなんですよ皆さん、日本って2022年 98% の、ね、原油を中東に依存しているんです。なので中東で、まあ、とんでもないことが起きてしまったら日本人どうするのっていう状況があるから、一応ね、両方ね、両方の肩を持つっていうか、まあ、皆さん落ち着きましょうっていうね、フェアな体制を取ってるんですね。どうやらそもそもなぜ今回このような衝突が起きたのか、それを説明するためにはね、まあ、軽く歴史を振り返ってあるんですけど、軽くって言ってもね、2000年の歴史なので全然軽くはないんですけど、まあ、重要な点だけ説明しますね。旧約聖書によると、紀元前20から15世紀頃、神はアブラハムを選んで約束の地カナンを与えます。それが現在のイスラエル、パレスチナ。この約束の地はエジプトの川からユーフラテス川までの領域とされ、いろいろなね解釈があるんですけど、ここら辺の地域を示しているとされています。これは現在のイスラエルとヨルダン川西岸地区全域になります。そして紀元前1000年頃にイスラエル王国が成立、2代目のダビデ王によってエルサレムが都に、その後3代目のソロモン王によってエルサレム神殿が建設され、紀元前930年頃王国は南北に分裂、北はイスラエル王国、そして南側はユダ王国となり、エルサレムはユダ王国の都となりました。しかしローマ帝国の支配により、135年には多くのユダヤ人がこの土地を離れることになるんです。まあ皆さんもご存知かと思いますけど、ここからユダヤ人は自分たちの国を持てないまま差別や迫害に遭うことになるんですね。1517年から1917年までは長い間オスマン帝国の支配下になるんですけど、19世紀には陰謀論でもねおなじみの、あの国際金融資本家っていう言葉があるじゃないですか。まあその世界を操っているエリートたち、まあ彼らにはねユダヤ人が多いという話がありますよね。ユダヤ人めちゃくちゃ賢いので、そういったトップにまで上り詰めているんですね。で彼らの働きかけももちろんあって、シオニスト運動が活発になったんです。シオニスト運動っていうのは、このイスラエルの地に故郷を再建しようとするユダヤ人の運動で、ユダヤ人によるパレスチナへの移住が始まります。その後パレスチナはイギリスの占領統
統治下となるんですけど、イギリスの外務大臣はこの敵やらかすんです。バルフォア宣言というパレスチナにユダヤ人の移住地の建設への賛意支援の約束をしたんです。ただここで問題が起きる。なんと同じタイミングでイギリスの駐エジプト行動弁務官がアラブの指導者とフサイン・マクモハン協定というものを結んでいて、ここではアラブ地域の独立とアラブ人のパレスチナでの移住を認めていたんです。お前八方美人かと、ユダヤ人がいるのに対して今度はね、そのアラブのね、アラブのほとんどはそのイスラム教なんですよ。なのでこういった宗教的な対立がある。このイギリスの行為に対してもちろんシオニストは反発して、このパレスチナ問題へと発展していくんですね。そんな中1948年、イギリスは委任統治を諦めパレスチナから撤退するんです。そしてパレスチナ問題は国連に委ねられるんですけど、ここで国連は分割案というものを採択します。ここで決まったのがこのオレンジの地域、パレスチナの 43.5% の土地をアラブ人国家、緑色の地域 56.5% の土地をユダヤ人国家にするということ。真ん中にあるこの聖地エルサレムも、これみんなの聖地だからね、ユダヤ、キリスト、イスラム、真ん中にあるこの全員の聖地は国連の永久信託統治っていうことになります。そんな中でなんとユダヤ人国家イスラエルの建国宣言を行うんです。先ほども言ったように、これは陰謀論でもないんですけど、ユダヤ人たちはめちゃくちゃ賢い、その各国のトップにね、ちゃんと上り詰めているんですね。そこで彼らが有利に働くようなことももちろん行っていると思うんです。ここでナクバといってアラビア語で災害を意味するんですけど、75万人のパレスチナ人が住居を追いやられる出来事が起きたんです。まあなんか例を出すとすれば、まあ例でもないのかもしれないけど、直接的なのかもしれないですけど、あのロスチャイルドの話を思い出してほしいんですけど、ロスチャイルドはね、5人の子供たちをその世界ヨーロッパにバーンって行かせて、そこでちゃんとビジネスを成功させたっていう歴史があるじゃないですか。そのような感じでその世界中に広がって、そのトップにまで上り詰めて、ちゃんとね、自分たちを有利に働くように動かしてるっていう側面はあると思うんです。これに対してアラブ諸国はもちろん猛反発、パレスチナ人を支援する形で中東戦争を開始。1948年から1973年までに大規模な戦争が4度起こるんですけど、イスラエルを裏から支援していたのがアメリカ、イギリス、フランス、そしてアラブ側を支援していたのがソ連。結果、イスラエルが領土を拡大していき、パレスチナ人は国を建設することができないまま都市をどんどん追いやられていきます。ちょっとここからは大切なので詳しく説明しますね。1949年の停戦時にはこのようにイスラエル領土が拡大し、イスラエルがパレスチナの 78% そう、領土のほとんどを支配するようになります。この時ヨルダンはヨルダン川西岸と呼ばれるようになった地域を支配し、ガザ地区はエジプトが支配。この後も何十年にわたり戦闘が続き、1967年の第3次中東戦争を経て、イスラエルは東エルサレムとヨルダン川西岸、シリアのゴラン高原の大半島ガザ地区、そしてエジプトのシナイ半島を占領します。住む場所が奪われてしまったパレスチナ人はその後 PLO パレスチナ解放機構の設立を経て、パレスチナ難民の救済のために長い闘争を続けます。1993年にはオスロ合意を結び、イスラエルと PLO が初めて和平交渉に合意し、パレスチナ暫定自治協定が成立されるんですけど、その時パレスチナ人が初めてこちらの土地の使用を許されることになります。しかしイスラエルはパレスチナ難民の帰還を認めず、またヨルダン川西岸と東エルサレムに入植地を作り続け、そこに住むイスラエル人は70万人以上に達します。国際法上こうした入植地は違法だというのが国連やイギリス政府などの立場なんですけど、イスラエルはこの判断に拒否。そして結果2000年以降も再びイスラエルとパレスチナ自治政府との間でゲリラ戦が再熱し、和平交渉が事実上の停戦状態に。パレスチナはインティファーダ、アラブ語で目覚める、反乱を意味する抵抗活動を開始します。そしてこの頃に登場するのがパレスチナ武装勢力ハマス。まあ皆さん普通に考えたらわかると思うんですけど、このイスラエルのね戦闘力とこのパレスチナ人の戦闘力を見比べてみてください。まあそもそも規模が違うんですよね。そして歴史を理解した上で、こっからが今回のハマスのお話。ハマスとはパレスチナ自治政府の国会の与党で、2006年の総選挙で全132議席中74議席を収める最大与党となりました。こっからハマス党はガザ地区を支配し、残りはファタハ党がヨルダン川西岸地区を支配。ハマスはガザ地区を実効支配する形になったんですけど、ファタハの党首のマフムード・アッバース議長がパレスチナ自治政府議長に就任します。ちょっとややこしいんですよね、ここ。パレスチナの大統領に当たる人はファタハの人で、ただここのね囲まれたガザ地区というエリアだけハマスに支配されてて、今回そのハマスが襲撃したという状態です。このハマスのいるガザ地区がなかなか過酷で、東京都23区の半分の面積という狭いエリアに200万人ものパレスチナ人が過密状態で暮らしています。しかもガザ地区は高い部屋フェンスで囲まれてて、人や物の厳しい封鎖が続いているので、天井のない監獄と呼ばれ
されているんです。そんな感じで彼らも、ね、追いやられてしまったので、人として最低限の暮らしをすることもままならないような状況の中、今回の攻撃によってガザ地区のインフラは破壊され、電気や水、水量の供給も止められてしまったんです。一方でハマスによって殺害されたイスラエル人もその多くが民間人です。結局戦争によって大きな被害を受けるのは一般人なんですよね。どっちの方が悪いとか極悪だみたいなね、論争が結構今回の件でありますけど、そして今回特に問題になっているのが、普通にデモなどで人々が立ち上がったら英雄と称されるのに、ガザ地区の人々が立ち上がったらそれをテロと断定されて、イスラエルの起こしてきた行為は見逃されてきたということなんです。これに対してね、さすがにここでは答え出ないですよね。僕たちはその全てね、そこに立ち会って目撃して理解してるわけではないので、とりあえず言えることは、人殺し暴力は間違いなく良くない。そして今回この勢力、両方の勢力もちろんね、その裏にはその資金、武器とかその資金提供をしている人たちがいるんです。もちろん構築作っている人たちがいるということなんですよね。ただもしかしてね、中東戦争に発展するかもしれないという今回のこの出来事、なぜこのタイミングで起きたのか、大きく分けて2つ。1つがイスラエルとサウジアラビアの国交回復。普通に考えたらサウジアラビアはイスラム教 94% なのでイスラエルを支持するとは思えないんですけど、この地域では米国がイスラエルとサウジアラビアの関係正常化を後押しするため、新たな安全保障秩序の構築に向けた動きが活発してて、それを好まないイランが妨害する形で裏でハマスを動かしているんじゃないかという話があるんです。まあアメリカはそのオイルマネーを、石油オイルマネーが欲しいので、まあそこでねうまく関係を作りたいので、普通ではね仲良くならない関係をうまく活かせようとしてるんですね。それに対してイランはもうアメリカ大嫌いじゃないですか。もうお互い嫌い合ってるので、イランがそこで裏で妨害する感じで働いたんじゃないかと。もう一つは何それって話なんですけど、アメリカ民主党からイランへの60億ドルの資金について、イランが拘束していた米国人5人の解放取引の一環で資金の凍結が解除され、カタールの口座にイランの資金60億ドル、約日本円で、ね、9000億円が送金されていることが分かったんです。この資金がハマスに流れたんじゃないかという説があるんです。まあトランプもね、この9月12日の時点でこのことに対して、ジョー・バイデンがイランのテロリスト政権に60億ドルもの資金を渡すなんて信じられるか、この資金は中東全域、いや世界中のテロに使われる、この無能な愚か者はアメリカを絶対に破壊するとね SNS で発言しているんですね。毎回裏でアメリカがね絡んでいると、その両方に資金出してたりして、もうめんどくさいことになったりするんですよね毎回。そしてもう一つ不思議な点が、イスラエルといえばモサドですよね。はい、あの世界でも有数の諜報機関のモサドですよ。彼らがいるのにもかかわらず、いやすいません、僕会ったこともないのでわからないですけど、彼らがいるのにもかかわらず、なぜ今回ね不意をつかれるような状態になってしまったのかという疑問があるんです。さすがにそのスパイなどをねもう売り込ませ奇襲攻撃の計画などを事前に知ることはおそらく可能ですよね。このような広報な攻撃の計画には、金融取引、部隊の移動、通信の増加などが必要だったはずで、見逃すはずがないと言われているんです。そうなると、もちろんこれはメディアでは伝えられないけど、過去にも何度もねいろんなところで噂されてる偽旗作戦みたいな言葉も浮上しているんです。彼らを完全に撃つために撃たれるのを待っていたと。わかんないですよ、これ一つのただの説なのですし、あのこれが 100% だと思わないでくださいね。今回のイサルハマスはちなみにどう思ってます？あれは絶対あると思うんですよね、あれ裏。世界有数のあのモサドが情報握ってないわけないじゃないですか。握ってないわけ。あ、やっぱそうですか。あれを知らなかったわけはない。おそらく春に入ってたんですか。には3月の時点では両方知ってると私は見てます。すげえ情報じゃん。じゃあなぜやられちゃったかっていうところが、まあ私なりに、まあ、検証中であるけど、検証中なんですが、おそらく何かおかしいぞと、集めてるぞ、動きが違うぞって3月ぐらいから知ってたと。でなぜ遅れちまったかっていうと、イスラエル国内が今極右のネタニヤフ首相なんですが、はい、政権基盤が非常に弱いんですよ。弱いね。どんどん不正もバレてきて、やべえやべえと。そうそう、ネタニヤフなんかも内政を外に向けたいので、本当はどん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 やりたいんですよ。やりたいんですが、やったことで自分の政権が揺らぐんで、情報は持ってるんですけど、ちょっと、まあ、まだタイミングだ、まだちょっと、まあ、やめてくれと。見てるうちにやられたっていうのが私の見た。あ、やられたわ。じゃあやられたっていう感じです。もうおかしな動きしてるぞっていうのは持ってるんですから。やらせたってことはあるんですか。その見方も十分あります。やらせたっていうのも当然あります。ありますけど、それでだってあんだけ空爆今してるわけじゃないですか、はい、もう分かってて、はい、やばい待ってました100倍返しみたいな。あのそれも
ありえます。そういったことは世界情勢的に考えてなくはない。はい。また今回パレスチナ対イスラエルかと思いきや、どうやらねイランがハマスを動かしてて、ハマスがやりたい放題やってて、他のパレスチナ人も巻き込まれていて、ハマスには加担しないという意見も結構あるので、大きな中東戦争には発展しないという意見もあります。なのでその恐怖を煽ってね、第三次世界大戦だみたいな、まあもちろんねその裏にイランがいて、そこからアメリカも介入してみたいなことになったらちょっと怖いとは個人的には思うけど、そういった意味のない恐怖を煽る必要がないという意見は結構あります。このようにもちろん現在進行形で動いてるので、これを対信してる頃にはねまた別のシナリオが動いてるかもしれないんですけど、今回はね誰が裏で糸を引いているのか、イランが動いているのか、あるいはねそれイスラエルが分かっていながらやっていたのかと、いろいろな、ね、説が浮上しているんですけど、一つね言っときたいのが、あの以前のメインチャンネルで扱ったあの秘密結社の秘密の図書室あるじゃないですか、まだ見てない方もねこちらの動画は先に見てほしいんですけど、まあ実はねそこの書物にもね2000年に書かれたあるちょっと意味深な文があって、あの第三次世界大戦が始まるとしたらどのように始まるのかっていういくつかのシナリオが書かれていたんですね。それが2000年に書かれていたんです。僕はその書物にアクセスできる A さんから2020年にそれを聞かされて、まあ、証拠にねこちらの画像があるんですけど、に聞かされて、当時はね早いなんてなんと思わなかったんだけど、今思うとワンチャンこのシナリオありえんのかみたいなことがあって、これが広がってね都市伝説陰謀論みたいになってほしくないので、本当に軽く要約すると、 A アメリカと中国の場合、 B アメリカとイラクの場合、 C 中東の戦争の広がりの場合などがありますと書かれていたんです。まあ、今回コロナ禍だったらおそらく、まあ、C かなって感じじゃないですか。中東での内戦が激化していく中で、アメリカの介入によりテロが多発していくことになります。それが全ての始まりです。関係する多国間でも政治的もつれが生じ、それまで潜んでいた彼らによって主要国家でより激しいテロ行為が起きるようになります。激化していた中東は大戦後捨てられた土地になり発展しなくなります。周辺の国が一つとなり、その国の捨てられた文明となっていき、負の遺産化となるんです、とこのように書かれていたんです。もちろんこれはね学者が書いているので、そのように絶対なるっていうわけではなく、学者の推測みたいな感じで2000年に書かれていたことなんですね。まあでも普通に考えたらね、当時の世界情勢など詳しく分析してたら、まあ、このことはね想像つくじゃないですか、おそらく誰でも。なのでまあそこまでね真に受ける必要はないと思うんですけど、一応ちょっと残しておきますね、こうやってデータでみんなが見れるように。また今回の衝突で語らずにいられないのが聖書。聖書には世界の終わり、正確には今の時代が終わり、新たな時代の到来する予言が書かれています。だけどいつ起きるかがわからない。しかしその終末が訪れるための予兆は記されています。イスラエルの復興。紀元70年から1948年までの1900年間の間、世界中に散らばっていたユダヤ人がパレスチナに帰還し、国を建国し復興したという出来事はかなりの奇跡的な出来事なんです。それが1948年に実現しました。つまりもういつ世界大戦が起きてもおかしくないということ。問題は次の一手、誰が手を出すのか。今回 SNS 上で過激な映像画像が流れて結構恐怖した人も多いと思うんですよ。ただね、まあまあこの動画を見てね恐怖する人も中にいるかもしれないけど、まあ、その恐怖によって彼らはねある種この世界を支配していたりもするので、まあ、そこにね流されないようにもこうやってちゃんと知識をつけて理解することで、あなるほどねって冷静な分析ができるようになるじゃないですか。まあ、その上でね自分たちはじゃあ日本人はどうするべきなのか。もちろん災害とか、ね、パンデミックとかウクライナ侵攻とか実際に起きたわけですし、ああやってね日常が急に180度変わってしまうような出来事もなくはないので、まあ、とりあえず理解した上で毎日全力で精一杯生きることがベストですよね。はい、ぜひこの件に関して皆さんの意見もコメント欄に書いていってください。ありがとうございます。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。